岸田総理大臣の演説会場で起きた爆発事件で、爆発現場からおよそ60メートル離れたコンテナに穴が開いていたことが分かり、警察が関連を調べています。和歌山市の漁港で今月15日、岸田総理の演説直前に爆発があり、木村隆二容疑者が爆発物を投げ込んだ現行犯で逮捕されました。これまでに爆発現場からおよそ40メートルほど離れた倉庫のそばで爆発物の筒が見つかっていましたが、さらに60メートルほど離れたコンテナに穴が開いていることが分かりました。飛び散った爆発物の破片が当たった可能性もあり、警察が関連を調べています。また捜査関係者によると、爆発せずに現場に残った筒の外側にはナットが取り付けられていたことも分かり、警察はどの程度殺傷能力があったか調べています。